こんにちは、モアブ姫ぶりです。今回は2023年11月11日ブヒマーケットが行われた熊本県阿蘇郡南小国町にある瀬野本オートキャンプ場でキャンブヒ、ブヒと一緒にキャンプをしました。午後2時頃ですが、明るいうちにテントを設営できるかな。風が強くなってきました。哲夫くんとゴン太くんが来てくれました。福岡県のファッションリーダーです。パブは爆睡しています。あ、ごめん、起こしちゃった。キャンブヒの旗を掲げます。割と大分寄りです。このちゃん7歳です。
費が弱いのか、結局ガスで作りました。ウインナーは直火焼き、油が落ちていい感じです。ご飯が炊けましたが、硬かったです。今回のニューアイテム、たこ焼き器。出来上がりました。カブとアモには大好物のささみをあげます。大きなテントに行きました。もうみんな集まっていました。フィリピンで買ってきたモエをみんなで飲んでもらいました。飼い主はお酒を飲めません。はい、開けます。開けます。開けます。開けたことない。よし、うわー、ありがとう。いただきます。ハブとアモにレバーをもらいましたよ。すごい勢いが。バクブリー、すごい。ブーカちゃん、ブーカちゃん食べる。ブーカちゃん食べないで。あ、ありがとうございます。いただいた。すごいバクバク食べます。うん、ね、美味しいね。みんな、みんな、みんなすごい。カイ君とコタロウ君。オミ君、9ヶ月。オミ君、ありがとう。ベロが出とるもんね、長い。ベロが出とるもんね。タオ君とレオ君。予防接種が6月とかだったので、なかなか外に夏場出せなくて、ペンションに行ったんですけど、ウブカちゃん食べる、食べる、食べる。ほら眠たい。コナちゃん行ってます。コナちゃん映ってる。めっちゃ映ってる。ハッサク君、9ヶ月。ピーク君とリッチ君。21時になったので、そろそろテントに帰ります。寒い、ない、ないやんけ。モアママの心の声がなぜか聞こえてきました。一体何がないんでしょうか。あれ、手袋の片一方がないですよ。モアママは風で飛ばされたと言っています。そう、あれ高かったんだろう。また、モアママの心の声が聞こえてきました。確かに風が強いです。川
手袋の右側だけがなくなっていることが判明しました。風だけで手袋の片一方だけ飛ばされるのかな。手袋捜索隊が結成されました。隊長は手帳くん、副隊長はモンタくん、会計にブブカちゃん、どっかつけてきたでって、会計本当だ手袋捜索隊結成の記念写真だ。そう、せっかく捜索隊が結成されましたが、風で飛ばされたのではなく、のぎつねが加えて持っていったという結論が出ました。のぎつねの目撃証言と靴にマーキングされていました。ソロキャンプをしていたリッチちゃん、6歳。朝ごはん。硬かったご飯を雑炊にしました。解凍できなかった馬刺しを食べました。カブとアモニも朝ごはんです。武蔵くんと花ちゃんが来てくれました。怪盗の狐さんにはびっくりしましたが、フレンチブルドッグは番犬に向いていないということも分かりました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。